10月に入り朝晩は肌寒く、昼間も秋らしさを感じる日が出てきました。ウェザーニュースではこの夏の天候などをもとに2024年の紅葉見頃予想を発表しました。北海道では紅葉の見頃エリアが拡大していますが、東北や東日本の標高の高い山では平年よりも葉の色づきが遅れています。葉が色づく時期は秋の気温と深く関係しており、気温が低いと色づく時期が早くなり、高いと遅くなります。10月も平均気温の高い傾向が続くため、例年10月に見頃を迎える名所では平年よりも遅い見頃になるところが多いと見ています。11月になると朝晩は放射冷却が効いて色づきに必要な冷え込みが見込めます。このため例年11月以降に見ごろを迎える東日本や西日本の平野部を中心に、平年並みの時期に紅葉を楽しめるところが多くなりそうです。ウェザーニュースのアプリでは約1000地点の紅葉名所や見ごろ予想日、天気などをご確認いただけます。ぜひご活用ください。